おはようございます。ちょっとごめんなさい、まあちょっとあんまり表情を変えられなくて真顔になっちゃうかもしれないんですけど、今日ですねちょっと Get Ready With Me を撮っていこうかなって思ってます。今日は普通の感じじゃなくてちょっとパーティー仕様なんですね。今日 H&M とラバンヌのコラボのパーティーにご招待いただいていて、そこに行くので、そう、衣装もねこの前ショールームに行って選ばさせていただいて提供していただいているので、まあ、それを着るんですけど、まあ、メイクと髪の毛もちょっといつもと違う感じでやろうかなって思っているので、今日はその Get Ready With Me を撮っていこうと思います。で、今はちょっとむくみを取るためにジーマーで頑張っております。ちなみにパックはこれシカのやつを使ってて、今日マジで暑すぎてびっくりしてます。今日の朝私風が強すぎて起きたんですね。結構今は晴れてるんですけど、今日の朝すごい天気悪くてすっごい強風で、外に置いていた物干しが倒れたんですね。ガーンって倒れて、その音で私目覚めて、湿度がすごくて今日もう今私クーラーつけてる、除湿、もう暑すぎて、11月今日7日なんですけど暑すぎてびっくり、本当になんか冬ちゃんと来るかなっていう感じで今は多分暦的には秋だから、秋がしっかりあるのは嬉しいけど、でもにしてもちょっと気温高いなと思って、結構みんな言ってますよね、そうやって日中とか特に暑みたいな感じで。でも気づけばもう11月も1週間が終わってしまうので、ちょっと時の流れの速さに改めてびっくりです。まあそんなことはどうでもよくて、今日メイクをちょっとどうしようかなって思ってるんですよね。なんかお洋服はもう後で着替えるんですけど、デニムにファーを腰に巻いて、でその上からまたすごいゴールドのキラキラなスカーフをストールかな、また腰に巻いてみたいな感じでやるんですけど、どうしようかなと思って。髪の毛はでもなんかまあやりたいなって思ってる感じが一応あって、安全ピンを使ってちょっとこういう感じとかでアレンジできたら可愛いなと思ってます。めっちゃ可愛くないですか。メイクをどうしようかなって考えているんですね。ストールがねゴールドでキラキラなので、ゴールド系をちょっとポイントとして入れるかどうしようかなっていう感じなんですけど、なんかこんなのもめっちゃ可愛くないですか。目頭に星が描かれてるんですけど、超可愛い。これできるかな、ちょっとこれやってみようかな。まだね一応時間はあるんですね。一応2時間半ぐらいはあるので、多分一回失敗でもまあ間に合うっちゃ間に合う、まあそんな感じでやっていこうかなと思います。首にもちゃんと美容液を、てか首が凝りすぎてて痛い、めっちゃ痛い。ここ首で支えちゃうんですよね、頭なんか力が入っちゃう、首ほぐさないとめっちゃ痛い。はい、ということでパックが終わりました。いい感じ。じゃあメイクをしていきたいと思います。最近ねお気に入りの下地とファンデがあって、最近この2つをよく使ってる、ナーズのラディアンスプライマーってやつと、メイベリーのフィットミーの、これちょっとツヤタイプというかマットではなくて若干ツヤが残るタイプのものを最近使ってます。私前々から結構言ってるんですけど、ファンデーションってなんか厚塗り感が出るものがあんまり好きじゃなくて、なんて言うんだろう、私の顔にもなんかあんまりこうしっかりと塗るっていう土台作りが合ってないのと、まあ、やっぱりその分よれやすくもなっちゃうかなと思って、私はね基本的にはなるべく薄めがいいんですけど、でもしっかりとこうなんか色ムラとかはカバーしたいし綺麗に見せたいしっていうので、本当にこのフィットミーがそういう意味で大好きなんですよね。何回かねタイアップもさせてもらってるんですけど、本当に綺麗なんですよね。伸びもすごい良くて薄付きなんですけど、しっかり肌は綺麗に見せてくれて、本当にちょうどいい、崩れにくいし大好きなファンです。楽さで言うとやっぱクッションとかの方が楽だしいいはいいんだけど、そんないろんなクッション試してきたかって言ったらあんまりいいかもだけど、クッションでやると結構厚塗り感が出てしまう気がして、それもそれでいいんですけどね、カバー力も高いしいいんだけど、デイリー使いするなら私はやっぱ結局こっち派かなと思います。私下地メイク結構嫌いかもメイクの中でも結構嫌いかもしれない。なんかやっぱ塗る面積が多いっていうか、毎回こうやるのがあんまり好きじゃないかもしれないな。みんなあります？なんか
こうメイクでもここあんまり好きじゃないなみたいなポイント。でも私結構ベースメイク多いと思うんだけどな、どうなんだろう、みんな好きかな意外と。じゃあアイシャドウはさっきのメイクのあれを見る限り結構アイシャドウはナチュラルめな感じだったんで、やっぱね、目頭にポイント置きたいからちょっとナチュラルめにいこうかなと思うので、このてるてるのナチュラルな感じの色合いのものを使っていきます。まず右上を全体にのせます。下にも塗っとこう。私なんか目の周りの色ムラっていうか、下まぶたがなんかなんて言うんだろう、くすみがすごくて、やっぱアイクリームとかで頑張るしかないのかな、こういうのって。彫りを作る感じでやっていこうかな。この真ん中のカラー取って、この自分の骨、目の骨のところにグッと押し当てて、目頭のところと塗っていく感じ。本当に彫りの欲しい人生でしたね。生まれ変わったら絶対彫りの深い顔に生まれたい。なんかしっかりメイクも似合うし、ナチュラルでもいいし、羨ましい。でも悩むのねだりなのかな結局。実際その顔になって生まれてみると、あっさりした顔っていうか、いいなって思うようになるのかな。じゃあこの濃いカラーもちょっと重ねていきますね。目尻に入れて、こっからまた彫りをなぞる感じで。そう、私デメだから、デメ？ちょっとイントネーションがわかんないんですけど、デメだから奥目に憧れがすごいありますね。奥目ってどういう感じって言われたら説明が難しいんですけど、なんか奥目のちょっとこうなんて言うんだろうな、アンニュイというか、そういう雰囲気の目元、雰囲気ある感じの目元も憧れます、めっちゃ。でもデメはデメで、コメントで前もらったんですけど、シナタンはデメだから濃いアイシャドウとかが似合う 目みたいな感じで言ってもらって、結構私もいつもアイシャドウを濃いめに入れるから、それは嬉しいなと思うんだけど、結局ないものねだりですねこんな感じかしらなんかアイシャドウナチュラルにとか言ってめっちゃ結局濃くなったけど、色味はブラウン系でナチュラルなのでいいとしよういいとします。そしたら下まぶたをやっていきたい。下まぶたも今使った一番濃いカラーで、とりあえずこの目尻を描いていきます。なんか私昔結構 YouTube とか見返してても、本当にいろんなメイクをしてたなっていう風に思ってて、でも最近は、まあ、今の自分にしっくりくるメイクっていうのが結構固定されちゃってて、あんまり新しい感じのメイクに挑戦しなくなっちゃったなって思ってて、まあいいことでもあると思うけど、ちょっと寂しさもあってっていう感じなんですよね。そしたらもうこれ私ずっと使ってるんですけど、もう廃盤になっちゃっててないんですけど、ビッグアイシャドウの BR2 番のこのね一番上のカラー、これが本当に涙袋にマジで良くて、たまにやっぱ廃盤になってるし、なんか新しく見つけないとなと思っていろんなの試したりとかするんですけど、結局これが一番よくって、なんかなんだろう、このすごいカラーなのかな、すっごい絶妙で本当にちょうどいいんですよね、これが。そうだからもうこれがなくなっちゃったらどうしようって思ってる。でもこうやって YouTube 撮るときとかにもやっぱ使いたいから、でもそうなってくるとみんな参考にもしねしてくれる方もいるかもしれないから、そういう方に参考になんないじゃないですか、廃盤だと。見つけないかなと思いつつ、まだ見つけられてなくって頑張って探します。どうしようかな、ちょっと先に書いてた方がいいか、欲しい。なんか全部やってから失敗したとかなったらちょっとね、あれですよね、ちょっと夕日になってきちゃいました。星書くか、待って、星ってどうやって書けばいいんだ。普通にこうやって、待って、ちょっとむずっ、横に引いて、ピピピピ、映るかなこれちゃんと、不安。待って、緊張しちゃう、ちょっと待ってね、やって、緊張する。でもこのねイメージ画像だとちょっと目頭の切開のところから離れてるんですよね。てか本当に綺麗な目だななので一回手で練習してみます。でかいかなこれ、ちょっといけなくもない気がしてきました。まあ失敗してもやり直せるか、早めにやっちゃおう。私本当に手が震えちゃうのであんまり気にしないでいただいて、そこら辺は。まず横に引きます。あ、いいんじゃない、
なんかいびつになった気がするけど、これはこれでありか。でかいかな、このぐらいか。でも大丈夫かな。やばいやばい、どんどんでかくなっていく。これしかない。あ、でもどうだ、いい感じ。問題はここからなんですよ。これがちゃんと左右均等にできるかっていう。ちょっと集中しますね。あー、ちょっともう違うな。待って、難しすぎる。こっち左目むずい。あ、でもどうだ、いいんじゃない。なんかかわいい押しついてる、かわいいじゃない。いいかも、いいかもしれない。シャキーン、どうですか、こんな感じでいいんじゃない。天才、いいじゃんいいじゃん。ちょっと斜めというかもしれないけど、まあ想像以上にうまくできました。イエーイ、やったやった。これ以上ちょっと追求しようとすると崩れる予感しかしないので、もうこれで触らないでいきましょう。とりあえず粘膜を埋めたいので、このシャネルのシシロユーウォータープルーフ N のエスプレッソ、ちょっとダークブラウンみたいなカラーでこの目頭のところを埋めていきます。結構私も普段から目頭にハイライトを入れたりとかすることあるんですけど、ホワイトだからちょっとハイライトっぽくもなって可愛い気がする。そしたら目尻はリキッドでやっていきます。ラブライナーのこれもダークブラウンを使っていきます。暗いかな、アイラインって本当に無言になっちゃう。うん、こんな感じかな。そしたらビューラーをしてマスカラを塗っていきたいと思います。なんかこれ YouTube 撮るとき毎回私言ってる気がするけど、最近またまつげの調子があんまり良くないですね。季節の変わり目でかな、変わり目なの今って、というかなんか毎回変わり目のせいにしちゃってるけど、いろいろと本当に変わり目なのかしら。でもさ、やっぱりなんか何事もそうなんですけど、何かのせいにできるって本当に、なんだろう、心が楽になりません心がっていうとちょっと大げさなのかもしれないけど、そう、やっぱ生きてると落ち込むことあるじゃないですか、いっぱい。で、そう、落ち込んだ時にやっぱ何かのせいにできるって一気に楽になったりできますよね。ほんと些細なことでも、あ、何々だからかとか、女の子とかは特にそうだと思うんですけど、生理前ってやっぱり食欲がやばくなっちゃって、でもそれって食欲やばくなって食べるじゃないですか、まあ、私は食べちゃうんですけど、食べてわーってなるけど、まあ、でも生理前だからしょうがないよねみたいな、何かのせいでこうなっているっていう何かがあるって結構なんか楽になったりするから、いつもそれは思います。言い方悪く言えば言い訳だけど、それが癖になって、本当にまあそういう生理とかホルモンレベルの問題じゃないですか、それって。でもなんか完全に自分が悪いっていうか、自分のせいなのに何かのせいにしちゃうみたいな癖がつくとあんま良くないと思うんですけど、でも実際にやっぱその原因があるってちょっとこう楽になったりするなみたいなって私は思っちゃう。よし、じゃあアイメイクはこんな感じでできました。じゃん、どうです、いい感じかな。他のところはそこまで普段と変えてないかも、まあ、ちょっとアイシャドウの入れ方が違うぐらいかな。じゃあ眉毛を描いていきます。最近私このね、眉ペンシル使ってるんですよ。シュールムラのハードフォーミュラハード9シールブラウン02番。そう、私最近髪の毛暗くしたんですよね。結構もうほとんど黒髪っぽい感じ、なんかブラウンがかったダーク系の色にしてもらって、最近はこのちょっと暗めのカラーで眉毛を描いてます。私結構もうずっとブリーチとかリタッチとかでやってきていたから、一回休憩しようと思って今回暗くしようかなって思いました。でなんか暗いのも暗いで結構会う人にもなんか雰囲気変わったねみたいな、すごい大人っぽくなったねっていう風に言われることが増えましたね。明るいのまでも可愛いんですけどね、結局暗いのも暗いので可愛い。結構今はねこの暗い髪の毛楽しんでる。
でもやっぱ赤系可愛いなと思って、そうこの前私 TikTok のなんかフィルターで髪色が本当に結構自然に変わってくれるフィルターを見つけたんですよ。ちょっとなんてやつかわかんないんですけど、たまたまおすすめにそのフィルターを使った動画が流れてきて、何これと思ってやってみたら、ジンジャーレッド系っていうのかな、めちゃくちゃしっくりきたんですよね。可愛いと思って。だからまあまたいつかジンジャーレッド系もやりたい。でもそうなるとやっぱ絶対ブリーチが必要になってくると思うから、もうちょっと後かなと思ってるんですけど、去年の今頃ぐらいかなに赤にしたんですよね、一回。その時は結構ピンクみの強い赤というか、もともとまあブリーチしててハイトーンに赤を入れたので、落ち方もちょっとピンクが落ちるじゃないですか、やっぱりそうなってくると。それでまあちょっとそういう感じで見えてたんですけど、いやもっとしっかり赤系をやりたいな。でも赤って本当にが大変すぎて、超定期的に美容室に通わないといけない気がする。なんか左の方が眉毛が細い、どうしたらいいんだこれは。ノーズシャドウをしていきます。あれ、これノーズシャドウどうやってやればいいのか。この星にはかぶらないように。大丈夫か。そういえば私月末また韓国行くことに決まりました。はーい、行き過ぎ問題。今年入ってもう3回目、今年入ってっていうかこの何ヶ月だ、私一番最初何月に行ったっけ、6月7月6月か、だから半年ぐらいで3回目の韓国。またショッピングもしたいですし、でも今回はちょっと目的があって、気になってる美容手術があって、それをちょっとやりに行こうかなって思っております。またフェイシャル、フェイスの手術なんですけど、やっぱこのエラのあたりとか私すごい張ってて気になるので、まあ、そこもちょっと見てもらいつつみたいな。よしよしよし。やっぱ海外旅行ってなんか行くまでは結構大変じゃないですか。その飛行機取ってホテルも借りて、まあ、SIM とかもやってみたいなで準備して結構大変だけど、やっぱり行くと行くですごい楽しいし、また行きたいってなるんですよね。パッキングが私本当に苦手なので、なんだろうな、なんか何がいるっけってなっちゃう。で考えるのが大変というか、大変じゃないですか、やっぱこう家をそのまま持っていけたらいいんですけど、そんなことは絶対にできないので。え、どうなんだろう、できるようになったりするんかな。さすがにないか、それはちょっと非現実的すぎるか。でもその非現実的って思われてたことがどん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 できるようになってるじゃないですか、多分今って。だからなんかもう本当にできるのかわかんないけど、空飛ぶ車とか、でもなんかそういうのがやっぱ今後できていくのかなとか思うと、どんな将来になるんだろうってめっちゃ思う。まあその頃は私は私として生きてないと思うんですけど、自分の前世とかめっちゃ気になっちゃうタイプなんだよな私。チーク塗ります。シャネルのレキャトルルジュ UA10 の957タンドレスっていうカラーの、一番この色ピーチっぽいピンクのカラー、最近このチークよく使ってます。そう、前世めっちゃ気になりません？だからなんか前世が見える人みたいないるじゃないですか、見てほしい。てかまず前世とか来世とか信じる信じない問題もありますよね。輪廻転生というか生まれ変わりがあるのかどうか。でも本当になんか死んじゃったらどうなるんだろうとか、そういうの私結構考えちゃうタイプなんですよね。なんか MBTI の質問でもあったような、こういうの人生について考えることがあるだったっけな、なんかそういう系。気づいたら考えちゃうかも、死んだら本当にどこ行くんだろうとか、自分の魂が残り続けるのかなとか気になりません？ハイライトは最近こちら MAC のライトスカペードを最近また使っております。やっぱこれめっちゃいい、全然減らないし綺麗だし。なんか私あの YouTube で海外の人なんですけど、霊媒師の方、霊媒師のタクシーかな、なんかそういうのを一時期めっちゃ見てた時があって、もうマジで泣けちゃうんですよそれ。なんかもう見ながら一人で号泣してましたね。あれを見てるとなんかもう信じるしかないんですよね。まあちょっと私も半信半疑なところあったんですけど、最初はあれを見てるとそのお客さんっていうか乗った方の反応がリアルすぎて信じるしかないっていう。はい、じゃあこんな感じで、あとはリップだけですね。リップどうしようかな、悩みますね。とりあえずちょっとヌーディーめなのを一回塗っておいて濃くできるようにしておきましょうか。ドム&のジューシーラスティングティントのホメロスキン22番をちょっととりあえず塗っておきます。超ヌーディーな色。メイクはこんな感じになりました。なんかめっちゃ眉毛濃く見える、こうやって見ると。はい、
髪の毛をやっていきたいと思います。髪の毛は最近私がよくやっているあのハゲないか心配のヘアスタイルがあるんですけど、それの質問もちょっといただいていったんですね。でまあ今日はそれをやってさらにちょっとアレンジをしたいなと思ってるので、とりあえずそのハゲちゃわないか心配なヘアスタイルを作っていきたいと思います。本当にこれねやりすぎると多分危ない、どんどんハゲてっちゃうと思うんですけど、でも本当になんかちょっとまあ海外っぽいというかヘアアレンジで楽だし可愛いから最近めっちゃやってるんですけど、つい最近だったのハロウィンの時にやったヘアスタイルなんですが、あこのヘアですね、こういうやつ、ピシッとしたヘアスタイルをお団子にしようかな。まあお団子が一個こう作って、ちょっとこの下の毛を若干今日は残して、ここをちょっと三つ編みにするっていう感じでやっていこうかなって思ってます。でまあここら辺にアンピンとかであれにしようかな。なのでまずやるのがこのねハウジー、まあ何でもいいんですけど、私このハウジーっていうビジットさんのプロデュースのワックス、これを使ってるんですけど、いつもワックスとかなら何でもいいとは思います。私はこれを使います。これをこのぐらいかな取って、これをねこの手で前髪のところにこうやってなじませます。オールバックをするイメージで、これはね意外とつけすぎじゃないって思うぐらいつけちゃった方が綺麗には見えると思います。あとキープ力も高まるかな。こんな感じでやって髪の毛もすごいことになってますが、ここからもう先は簡単なんですけど、ちょっと今日は下を本当にちょびっと残して、このコームですね、大事なのはコームかな。で私はいつもなんていうのセンターラインっていうかは残したままやっていきます。これをもうグッとなくしてやってもいいと思うんですけど、私的にはここがあった方がなんか自分には似合うかなと思っているので、残したままこんな感じでグイグイとやっていっちゃう、自分の納得いくまで整えてもらって。これ本当にさこうやってやってるとさ、もう引っ張られちゃって引っ張られちゃって、後ろに髪の毛たちが本当にハゲないか心配なんですよね。ちっちゃい頃から私おばあちゃんにめっちゃ言われてました。こう引っ張ると本当にハゲちゃうからねって、あんまり引っ張らない方がいいよって言われてきたんですけど、それをまあちょっと一応頭の片隅には置いておきながらもちょっと無視させていただいて、まとめていきまして、ゴムでちょっと一回縛ります。とりあえずはポニーテールみたいな感じで縛っちゃって、とりあえずここをお団子にしていきましょう。でも最近私はもうお団子をするときは毛先を残すというかちょっと跳ねさせるのが、まあ、今っぽいし可愛いかなって思うので、あえて毛先までしっかりまとめずにお団子を作っていくんですけど、とりあえずまあ適当にやって、これも上からまたこのゴムで縛っちゃいます。よいしょ、いけてるかな。ちょっと一回見てきます。まあまあまあいけてましたなんかお団子って本当に形がキモくなるんですよね。なんかなんていうんだろう、このちょっと縦に伸びる感じってわかります？私この感じあんま好きじゃないんですけど、まあいっかっていう感じですそしたらこの下の残ったちょろ毛たちを三つ編みにして縛っていきます。なんか三つ編みも流行ってる？流行ってますよね。ポニーテールを三つ編みにしたり、全部あとポニーテールのそのちょっとずつ取って何本か三つ編みにしたりとか流行ってません？めっちゃ。でこれはちびゴムで縛ります。なんか私結構いろんな YouTube でも言ってるんですけど、本当にヘアアレンジがあんまり好きじゃなくて、で、まあ、得意でもなくてみたいな、好きじゃないから得意になれないと思うんですけど、普段そんなにやらないから、やっぱりなんかこういうパーティーとかなんかそういうの行くとヘアスタイルがなんか可愛い人ってすごい可愛いなって語彙力やっぱヘアスタイルってめっちゃ大事じゃないですか。メイクももちろんだけど、ヘアが可愛いとするだけでより可愛く見えるからやっぱ大事なんだなっていつも思ってて、私でもできそうなヘアスタイルをチャレンジしていこうかなと思って、なんか美容師さんに任せるのもいいかなと思ったんですけど、結構まあ急だったっていうのもあるし、まあ、今回は自分でやってみようと思って、可愛いかもいいかもしれないぞ。じゃん、
つまみできたら、こっからなんですよね、問題は。そのアンピンのね、ヘアアレンジをやっていきたいんですけど、先に固めた方がいいか。てか、これって思ったけど、なんか、スーっていっちゃわないのかな。その場でちゃんと留まってくれるのか心配。これで、腕をもう固めちゃいます。団子も固めとくか。よし、これでいいだろう。ガチガチだもう。で、アンピンも最新で買ってきました。ちょっと大小サイズの違うものを用意しました。すごい、これ超ついてる。かわいい。さすがにこんなにはつけれないので、無造作にやるのがやっぱかわいい子。なんかドキドキしちゃう。ドキ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 って感じで、普通に頭にぶっ刺さらないかが怖いかも。こんな感じ。あ、でもかわいい。ちょっと適当につけてみます。痛い。頭皮にぶっ刺さった。動いてたら取れそう。強そう。なんかすごく。やめ時が分かんなくなってきたけど、このぐらいがいいかな。もちろんこっち側にも、下側辺にもつけた方がいいか。やっぱ上がりますね、こういうなんか非日常的なヘアとかメイクとか。どうでしょう、こんな感じでできました。完成した。いいんじゃないですかね。意外とシュカネードって子とかにもやったら可愛いのかな。まあでもちょっとやりすぎてもあれなんで、こんな感じでできた。完成した。よかった、うまく自分の思い描いてる感じでできて。初めてなのでこのヘアアレンジするのが不安だったんですけど、なんとかやり遂げられたかなって思います。これであとは着替えてきます。はい、ということでこんな感じで着替え終わりました。どうでしょうか。じゃじゃーん。下まで映すのが難しいんですけど、下はちなみにこちらのブーツを履きます。すごいね、ヒールのあるブーツなんですけど、これを履いてっていう感じです。どうですかね、このね、パーとこのストール、キラキラのストールが今回この H&M トラバンネのコラボのアイテムで、このデニムのセットアップも一応 H&M のやつなんですけど、その今回のコラボのアイテムではないんですが、めっちゃ可愛い。これ実はね、セパレートしてて、上のベアトップとこのスカート、ミリのスリットの入ったタイトなスカートのセットです。一応私的には気に入ったルックになりました。インド面アンテンティもいい感じにできたかなと思います。ということでこんな感じで、今からもうちょっとあるんですけど時間、パーティーに行きたいと思います。Watch me lean up against the washing machine. Second rate model in a third rate magazine. Three sheets to the wind. Outside and howls at the moon, shining bright.
like the silver spoon with which she was born. The sirens drown out the car horns, and blue lights flash across my eyes and dramatize the midnight mass huddled together. Penguins sheltering from the weather. I can't remember where we're going. Whatever, I'm levered, I'm night riding. Right place in the right timing.